ースをお伝えします。偉大な金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始53周年に際して各国から敬愛する最高指導者金正恩元帥に祝電と祝賀メッセージが寄せられました。寄せたのは新ユーゴスラビア共産党中央委員会、アンゴラ解放人民運動中央委員会、レバノン勤労者連盟書記長をはじめ、ロシア、中国、モンゴル、ネパール、パキスタン、イギリス、イラン、ノルウェー、アメリカ、スウェーデン、南アフリカ、メキシコ、ブラジルなど各国の党首、政界、財界、その他社会各界の名士、そして国際機構、父思想研究会、諸村の統一支持及び友好団体の代表です。祝電と祝賀メッセージは、国と人民のために、世界の自主化のために生涯を尽くして成した金正恩総書記の特筆した功績は、世界の進歩的な人々の心の中に不滅であろう。金正恩元帥の正しい導きのもと、諸村労働党と諸村人民が、国の統一と社会主義強国建設の最後の勝利を目指して戦って、大きな成果を収めるものと確信すると述べています。一方、諸村労働党中央委員会にカンボジア人民党中央委員会から祝電が寄せられました。敬愛する最高指導者金正恩同志に諸村民主主義人民共和国元帥の称号が授けられて5周年になることを受け、元帥に在日本諸村人総連合会中央常任委員会から17日祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、金正恩元帥は祖国を世界有数の核保有国、人工衛星の製作打ち上げ国にならしめ、この7月4日のファッソン14型のテスト発射の大成功で世界最強の大陸間弾道ロケット保有国に急上昇させた。またこの5年間人民重視、人民尊重、人民愛の伝説ともいえる叙事詩を綴り、祖国を人民大衆第一主義が満ちあふれる人民の楽土に輝かせた。総連の活動家と在日朝鮮人は遠からず、人民のすべての夢と理想が実現される栄える祖国とともに、在日朝鮮人の幸せも花咲くものとの信念をさらに固めていると書いています。偉大な金正恩主席の逝去23周年に際して、敬愛する最高指導者金正恩元帥の普及の著作、偉大な金日成同志は我が党と人民の永遠なる領袖であるが、アルジェリアのアルジェ・タルザルト出版社から出版され、出版記念会が行われました。偉大な金日成主席の逝去23周年に際して、アイスランド、エチオピア、アンゴラで主席を偲ぶ集いと座談会、講演会、解読会が行われました。各界名士のほか市民多数が参加した催しで発言した人たちは、金日成主席は卓越した政治家、百戦百勝の総帥、万民の優しい父、不正室の大聖人だと高く称えました。シリアの報道機関が偉大な金日成主席の逝去23周年を大きく取り上げました。中央テレビは主席の革命活動を見せる写真とともに、国と人民、時代と歴史に残した不滅の業績を伝えました。また敬愛する最高指導者金正恩元帥の正しい導きのもと、日増しに飛躍を遂げる土の祖孫の誇らしい現実を見せる場面も放映しました。中央ラジオも土の太陽として世界人民の心の中に永遠に生きる主席の世界史的功績を称える特別番組を組みました。国営シリアアラブ通信は主席の写真とともに、国を解放し戦争を勝利へと導いた主席の業績を詳しく紹介しました。新聞アルバース、アッサウラ、ティシュリンにも主席の不滅の業績を称える記事が載りました。偉大な祖国解放戦争勝利64周年に際して、国中の農業勤労者同盟の活動家と初級宣伝活動家の鉄道山地区の革命戦跡地巡りが始まりました。19日、釜山市にあるポチョンボ戦闘勝利記念塔の前で出発式が行われました。
一行はまず、釜山市にある偉大な金日成主席の銅像と偉大な金正日総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。出発式で発言した人たちは、戦跡地巡りを通して、北東山の不正室の偉人たちの偉大さと不滅の業績を深く会得すべきだと述べました。戦勝礼に際して国の自由独立と戦後革命運用に尽くした烈士たちが祖国解放戦争参戦烈士の墓地に新たに安置されました。共和国英雄称号を受けたユン・ヒチョン、リ・フンギュさんは戦争の時飛行機ハンターチーム運動に参加し多くの敵機を撃墜しました。やはり共和国英雄のチョウ・ミョンスさんは戦争の時、恩人軍の内務機関に勤め、420人のスパイと敵対分子を逮捕し、各種の兵器と弾薬を露獲するのに寄与しました。ユン・ヒチョンさんのほか、10人の烈士の妻たちも夫と共に安置されました。烈士たちの遺骸を安置する儀式が19日、祖国解放戦争参戦烈士の墓地で執り行われました。経済強国の建設と人民生活の向上に貢献した知識人に国家学位学職が授けられました。その授与式が19日平壌の人民文化宮殿で行われました。国家学位学職授与委員会の決定が読み上げられた後、理科大学の学部長キム・ジヨンさんにアカデミー会員の称号が、キム・イルソン総合大学平壌医科大学の教員ハン・チュンハンさん、社会科学院所長のチョン・ハチョルさんにアカデミー会員候補の称号が授けられました。またキム・ヨンジク西安大学総長のピョン・ギュスンさん、キム・テク工業総合大学の学部長チョン・ジヒュンさん、ピョンヤン演劇映画総合大学の講座長ハン・ソンナムさんに教授の学職が、キム・イルソン総合大学の講座長チン・ジェギョンさん、キムヒョンジク西安大学の講座長ユーソンチョルさん、キムチョルチュ西安大学の学部長ホーナムチョルさんに博士号が、その他126人に助教授、878人に修士の学位が授けられました。新切手が出ました。祖孫少年団第8回大会記念の小型シート一種で、上の方に祖孫少年団第8回大会聖106、2017年6月6日という文字が配されています。中心には、祖孫少年団第8回大会に参加した少年団員と共にいる、敬愛する最高指導者、金正恩元帥の写真のある切手があります。また、祖孫少年団のシンボルであるバッチと赤いネッカーチーフ、太陽に従うひまわりの花がデザインされ、祖孫労働党の懐で思う存分学び幸せに育つ少年団員の姿を表しています。キム・チュルホさん率いる在日祖孫青年学生代表団が19日、国の統一に尽くした不屈の愛国闘士である非天候長期主リー・ゴンスンさんに会いました。リーさんは祖孫労働党と指導者への絶大な信頼と必勝の信念があって、数十年間想像を絶する拷問と怪獣に耐え、革命的節操を守り通した。金日成主席と金正恩総書記そのままの敬愛する最高指導者金正恩元帥の深い恩情の中、非天候長期衆は生きがいのある晩年を送っていると述べました。続いて芸術公演が披露されました。ちなみに非天候長期衆国の統一のために戦って南祖孫で数十年もの間獄中にありながらも思想の転向を拒んで信念を曲げなかった人たちで、信念の強者と呼ばれています。国際機構が共和国と国家科学院の科学者に賞とメダルを授けました。バンコク郵便連合は農村地域での郵便物サービスの良さを評価してサービスクオリティアップ賞を、世界知的所有権機関は植物性原料の有機肥料である天然生物活性剤を開発した国家科学院の科学者に発明家メダルを授けました。南朝鮮のニュースワンをはじめジャーナリズムによりますと、傀儡国防省が
チュンサン国道30軍にアメリカのサードを配備すると発表して1年になることを受け、地元の住民と市民団体、社会団体、宗教家が13日集会を開きました。集会参加者はサード配備の危険性を暴き、撤退闘争を果敢に展開する意思を表明しました。この日各地でもアメリカと当局の不法で一方的なサード配備策動に反対する各界の市民団体、社会団体と人の討論会、集会などが開かれました。14日、南朝鮮の MBC によりますと、南朝鮮占領アメリカ兵が南朝鮮女性に性暴行を働きました。オサン米空軍基地所属のこの兵士は、4月1日朝、ソウル市カンナム区のあるホテルで女性に性暴行を働いたといいます。14日と15日、各国の報道機関が、またもや制裁決議が採択されるなら、正義の行動で答えるだろうなどと題して、朝鮮中央通信社が、朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンにインタビューした内容を報じました。インタビューは、アメリカが共和国の大陸間弾道ロケット、パソン14型のテスト発射の完全成功を世界の脅威だと難癖をつけ、またもや対朝鮮制裁決議を採択しようとしていることを受けてのもので、こうしたのは、ロシアのタス通信、リアノーボスチ通信、新聞イズベスチア、ベネズエラのテレスール、イランのプレステレビ、ベトナムの新聞ニャンザン、イタリアのアンサ通信、スイスの新聞スイスインフォ、日本の毎日 NHK、中国香港の大広報、明報、フェニックステレビなどです。国家核武力完成のための最終の関門である大陸間弾道ロケットパソン14型のテスト発射の成功を受けての朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンの談話が17日国連総会と国連安保理の公式文書 A71-977S2017-589 号に配布されました。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。